さあ、配信やってくぜ。あずさちゃんを前回吸収して、吸収じゃない、吸収したらあかんな。なんかほんまに吸収して変化してるみたいになってるけど、吸出な。あずさちゃん吸出して、なんか操作もできるようになった。これキャラクターの切り替えとかもなんか、解決するのにあたって、探索するのにあたって関係してくるんかな。あずさちゃんじゃないとできない特技とかあるんかな。で、まあ、あずちゃん救出してから、ななちゃんを今度合流しようっていうことで、3階やな。オッケー。3階に行って、ななちゃん探そうっていう話になってたから、3階。3階は、どうやって行くんや？未だにこの、マップの見方が、分かって、あ違う！今まで見れてなかったんや！今まで1回しか見れてなくて、右左で2階行けるやん。ってことは、右下の3階1階ってなってるから、右下。右下のとこ目指そう。かな？それでいいんかな？ここが何番やったっけ？ここが201、201にいるから、あ、ここをじゃあ一回下やな。下に行って、で、今日も相変わらずみおちゃんが可愛い。で、え、なに？あ、ここにも隠れれるんや。そっか、これで、パンツが見えへんから編集が楽になるってことやな。いやー、わかってるわ、これ制作者さん。おー、やっぱ動画編集さんの気持ちわかってるな。パンツ隠さへんとあかんからさ。いや、そういうことか。なるほどね。あー、ここもいけるんやろ？そういうことな。で、ここ、あれ、あずさ、お前後ろ。またあの着ぐるみ。今目がキモかったよ。あずさ初めてか、お前見るの。やばいんや、こいつ。包丁ふぼってんねん。早く逃げよう。はい、上、これどっち行った？下行った？上行った？あ、3階行った、3階行った。3階やろうか。3階やろうか。入れ。はい、早く。あぶねえ。おー、まだパンツがもう絶対これいい匂いするぞ、あのパンツはよ。待って、ごめん。今のは聞いて、あー、パンツがもう、染みてる。さあ、次は？おー、あずさちゃんもそんな、あれ、これもしかしたら、あずちゃんもこれパンツ？もう、これ隠さなあかんから、パンツ見せんな、お前。ズボンか思ってたやん、もう。お前、パンツか、お前。パンツ見えてるやん。負けた？何よ、あれ。なんなの？あれは豚の着ぐるみですよ、包丁持った。俺も嫌やって、つか何回見てもお前ら父がすごい。父がすごいんじゃ。大丈夫だよ、あずさちゃん。何が大丈夫やねん。ほんまに大丈夫か？困ってますやん。そらそうや。歩けんの？また足すくんでんじゃん。あ、今度はすくんでない。動ける。みおちゃんおるからな。うん、よかったよかった。ねえ、みお。なんでそんな平気そう。いや、もう4、5回見てますから。いや、怖いよ、そりゃ。全然平気じゃないし、怖いよ。でも、今ここにあいつが現れる方が、私は怖い。うん、どういうこと？つまり早く進もうってことかな？そうね。部屋の中に追い詰められたら、逃げ場なさそうだし。まあな、でもこれすぐ隠れられますやん。ドアピュン開けたらあいつも見失いません？でしょ？だから、早くナナちゃんを見つけて、こんなところ出て行こう。いや、そうやな。早く出てこう。もうほんまに早く出たい。ほんまに。怖いね、あの豚。いや、ほんまに。え、てかちょっと待っていい？あのさ、パンツ見えてるから確かめさせて。これパンツ？いや、これパンツですやん！よし、さ、気を取り直して行きましょう。なんかあるか？ハテナ出てんな。ハテナ出てるってことは、あ、あったなんか。なにこれ？あ、また日記かな？あ、違う、なんか喋ってる。え、何？おーい！業務日誌、ホテルの中で見かける人影。人影？ポケモンかな？本日ご訪問くださったお客様から、子供の姿を見かけるというクレームがありました。本日で10件目でしょうか？記念すべき？かっこわらじゃないね！記念するな。オーナー、お子さん連れてきてないですよね。宿泊の方からでしたし、そんな深夜に子供がいるはずがないのですが、お客様の子供ってことはないの？あ、いや、あ、なんだ？もう、音が怖い、いちいち。ピピだけでいいわ、その、
ふわーって音やめ。読めへん。イノシシの貨越化建設事故。イノシシ貨越化遊園建設予定地で相次ぐ事故。壮絶なアクション。わーうぜぇ、読めへんて。遊園地建設中、またも建設事故。あー、とりあえず遊園地やってたらなんか事故あったな。はいはい。ファンタジーランド開業1で延期に。あー、開業する前にめちゃめちゃ事故があったってことか。そういうこと？ピーピーうるさいぞ。留守番電話サービスさせてくれ。もうどん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 収録時間が遅くなっていってる。よし。さあ、この電気はなんだ？蛍光灯が点灯と消灯を繰り返している。でもってことは、ここは電気通ってるってことよな。そういう考え方でいいんちゃうかな。ここは？ここはなんかあるかな。ない。おお！何これ？口紅？タバコ？何？くれよ！これはもしかして、一番先になくなるよやん。赤いクレヨンやん。んで？これ電気つくんちゃう？ここ。行くで。あれ？つかへんの？蛍光灯ついてんのに。なんでやろう。あ、特にここできることとか、あ、でもなんか、あ、でもそうか。でも別に蛍光灯に、この、スプレーとか使えへんよな。そうやな。まあ、なんか使えるときは追加でメッセージちょっとあんねんな。何々できそうだみたいな。だからとりあえず、本来の目的通り、奈々ちゃんを探すでいいんじゃないかなっていう気は。あーま、うるさ待って、何ちょっと待って。え、戻らへんから、奈々ちゃん。え、やばい。嘘じゃない。階段が埋まっちゃってる。これさ、別に進めるくない？もうやだよ。なんで？なんでなの？いやー、それは分からへんよ。それは分からへんよ。肝試し来るからやん、お前。YouTube のチャンネル登録者数伸ばそうとするから、そんなことなんねん。他に階段がないか探そう。きっとどこかにあるはずだよ。いや、マップ見た感じなかったぞ。そんなの、わかんないじゃない。なかったらどうするのよ。すごい、ネガティブとポジティブの、もう、な、真反対や、この二人。逃げ回っても、いつか。その、メンヘラの目やめろ。メンヘラの目を。メンヘラの目やめ。大丈夫だよ。ホテルだもん。あ、確かに。他にも俺らの場所があるって。ミオちゃんはポジティブで頭がいいから頼れるな。さっきみたいにうまく隠れながら逃げれば、着ぐるみも負けるはずだから。そうやな。うん。うまく隠れてるかって言われたら微妙やけどな。ちょっと部屋入っただけやから。おー、メンヘラの特徴その1。取り戻すのも、気持ちを取り戻すのも、早い。おう。進む？オーケー、進む。ちょっと待ってくださいね。ですね。いつもの音量3倍ぐらいでやってたんで、ちょっと怖かったです。これ音量下げたんで、もう怖くないです。よし、行きます。さあ、奈々ちゃんはどこだ？ここは埋まってて、行けない。これ何号室？ここは ?306、307。あ、入り口には、土星のレリーフ。土星なんや、あれ。これは何？何星？これは？木星？水金地火木土。あれ？わからん。順番は何？土木？土木？土木ってことか。やから、この建物は土木なんや。すいません。はい、次行きます。天王星、天王星で当てる？水金地火木。あ、木土天や。水金地火木土天。次、冥王星やで、多分これ。土天海冥か。あれ？俺バカやん。次めいちゃう？次めいちゃう？次めいやってこれ。あ、もうないわ。ちょっとマップ写真撮っといて。パシャ。オッケー、これで。あ、見れる見れる。見れるぞ。オッケーオッケーオッケー。こっちは特になんもない。ちょっとじゃあ、部屋入ってないから、あの部屋探した方がいいよな、さすがに。あのさ、急にしてからブワーって出てくるの、もうやべえや。お前ランダム出現って言うけどさ、完全にラフィーよ。ねえ、
いや、もっこりしてるからな。かなり、盛りんじゃない？みおちゃん。すいません、いきます。あ、このゲームほんま俺エロゲーとホラーゲーって思ってるからもう完全に下ネタしか出えへんな。いやー、それにしても可愛いなー、みおちゃん。オッケー。んーで、え、何このドア？こんな今までなかったよ。あ、入れへん。なんだ？何？劇場？あ、ビー！いや、これま、いや、ま、ちょ、待って、こ、あん、ちょ、あんな、怖い！言葉が出へんかった、怖い。誰なの？あ、わかった！ナナちゃんじゃない？ナナちゃんだってこれ。ナナちゃんが撮影してんねん。ミオ、近づいたら危ないって。この部屋、早く出て行きましょうよ。いや、でも、ナナちゃん探してんねんからな。ナナちゃんかもしれへんよ。来い！ナナちゃんやろ？ナナちゃん撮影してんねんやろ？そうやろ、俺は知ってんねん。ミオ、ミオ、何？ほら撮影してるくない？ほらビデオ撮ってるもん。ほらなんかエッチなシーンの撮影してんじゃんこれ。ああ、オズサちゃん、これ照明で椅子を照らしてるんだ。どういうこと？それにナナちゃんが撮影してたってこと？何やねん、これどういう状況やねん、これ。なんでやねん。何をしたかった？ナナちゃんなのはわかるよ。何をしたかったか教えてくれ。わからないけど、数十分前から録画が回ってる。あ、俺らの反応を試そうとしてるんちゃう、ナナちゃんが。いつも撮影で使ってるやつだ。あ、絶対そうや。ナナちゃんこれ隠れて見てるんちゃう、どっかで。どういうこと？ドッキリや、言うて。もしかしてこれ、全部ナナの仕業？可能性高いぞ。じゃあさっきの影は私たちを驚かすための演出？え、絶対そう、絶対そうやろ。さすがにこんなこと妖怪とかお化けせへんやろ。ドッキリってことか。ほら、ドッキリをかけようとしてる奈々ちゃんどこや？いるなら出てきてよ。もうバレてるで奈々ちゃん、出てき早く。ちょっとビビってるから俺もな、早く出てきてほしい。早く出てきてほしい。出てこい早く。え、いい日に。は、ほんまに？ドッキリかけながら別の撮影行ったん？意識高すぎやで、それ。他の部屋を探そう。オッケー。本当に、全部ナナの仕業ならいいんだ。あ、あの豚をな。確かに。でもあの豚がナナちゃんやったら俺はナナちゃんに殺されたことになるからな。逆にあかんで、それ。ここは、ホテルの設備だったようだ。ハンドルを回して開け閉めができる。ビデオをしら、あ、よかった、調べといて。ビデオカメラを手に入れた。んで、もう一個なんか今チラッと出たような一瞬。あ、これこれ。ああ、ここで開けれる。アイテム、ビデオカメラになんかメモとか載ってない？気味が悪いので内容を見る気にはなれない。あ、どっかで使えますやん、これ。うわ、どっかで使うの嫌やな。で、これ照明ついてるからワンチャンここもテレビつくかもしれないけど、押してみたけどやっぱつかない。下はなんもない。もうこれいつもの流れやな。これ全部、とりあえずこの部屋来たらここも全部調べて、ああ、ここは何もない。からの、ここは？おーい！なんかあるやん！これは？ろうそく？ろうそくで？何ができる？うわ、すげえ、これホテルのやつやん！これあれな！やめとこう。あー、下ネタしか出えへん、もう！そういうコンセプトの、どういうコンセプト？ちょっと待って、気になるやん！どういう、SM プレイってこと？これ。え、これそういうことやな。え、これでもさ、普通の旅館やろ？なのにこんなもんいっぱいあっていいんすか？はーい！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 あのさ、人が鼻かんでる時に来るのやめてもらっていいですか？鼻かんでたんですけど、よく逃げれたわ俺。
もう出現の方法、ランダム出現ってさ、あるやん、こういうゲームでさ、もう急に出てくるみたいな。わかるよ。けど目の前に急に現れるのはちょっとさ、ゲーム性がおかしいよ。もっとなんとかうまくできんかったんかと思うけどな。よし、じゃあ次の部屋行こう。ああ、もう、7どこんねん、7。なんかライトパチパチするのやめて。これ何？これは？水星のレリーフ。ということは次金星やな、多分。うん、金星。ここは？あ、全部入れへんやん。全部入れへんな。どっか入れる場所あるんかな？いやー、そろそろ。あ、またリネン室。あ、リネン室も入れへん、今回。へぇ。あーもう、怖い！もう、やだ、もう、ほんと、もう。まあ、奈々ちゃんや。奈々ちゃんやったな、今のな。ミオ、今の声って。あ、今の声は奈々ちゃんやな。奈々ちゃん。奈々ちゃん、どうした？あ、そっち、あ、リネン室の中から？この部屋からよ。この部屋からよ。でも、あが変やろ？開かない。なんでなんやろな。なんか突っかかってんじゃん。鍵がかかってるみたい。鍵なぜかけた、奈々ちゃん。しかも番号。これは解除するしかない。奈々ちゃん、いたら返事して。そう、内側から開ければいいやん。なんで、どういう状況。やっぱり奈々よ。どういう状況やねんや。さ、このゲーム3人ちゃんと合流するんやな。俺、あずさちゃんとななちゃん完全にもう死ぬと思ってたけど、めちゃめちゃ生きてるやん3人。まあもな、みんな生きて帰ってほしいな。あー、飛ばしてもうた。さっきの悲鳴は何？維新犯。何言ってるか分からへんで。配信か。ダメだ、やっぱりよく聞き取れない。ほんまにガチで聞こえへんかったわ。配信あ、やっぱり俺も配信に聞こえたわ。あ、待って、電波が繋がってる。お、あ、なんでじゃあ、な、は？なんでやねん。これあれか、大人の都合ってやつか。これあれか、まだビデオ通話しながらサポートしてくださいってやつか。配信中になってる。配信すな、こんなとこで。もうなんかバグってる。県外だったのに。完全にバグってる。なんや、しかもその左上の青い YouTube みたいなやつは。うん、完全にバグってますやん。ナナ、もう文字化けがやばすぎる。やば。動けないみたい。パンツ見えてるって。青い水玉のなんかダッサいパンツ。それにこの大量の赤いコメントは何。いや、バグってるだけちゃう。どういう状況これ。いや、ほんまにキモい。ミオ、アズさん、聞こえてる？聞こえてますよ。配信見れてるんや、普通に。ドアの前に二人がいるのは分かってるんだけど、ちゃんと声が聞き取れないの。かなりラグがあって聞こえてるパターンやな、配信見とんなら。コメントして。コメントして。コメントで助けるんかこれ。そうか、コメント。もう面白いな、このゲームの助け方が。いいよ。かなりラグがありそうやけど、とりあえず。おお、聞こえてんぞ、しっかり。運営コメントって言うな。車が倒れてきて、ここから動けないの。あー、見たらわかりますよ。お願い。で、どうやって助けんの、その状況。さすがにこれサポートってレベルじゃないよな。だって力の問題やもん、あれ。言われても、どうやって。そう、ハズサちゃんの時とはまた状況違うで、これ。部屋に私たちが入れない以上はコメントで指示。いや、指示出すも何も、棚押さえるのいっぱいなんやから、もう何もできへんやん。だって何？どうした？待ってみよ。あれ？何？まあ！あ、この豚を利用するんや。この豚にドアを壊させる。それがいい。あ、それは危なすぎるか、奈々ちゃんが。ミオちゃんまでメンヘラの目なってる。いや、ナナちゃんもそうやけど、それは一回離れた方がいいんちゃう、さすがに。待ってて、ナナちゃん。オッケー、一回じゃあ隠れるか。おお、この豚、リネイス気づかへん？今、リネイスの前止まったぞ、あの豚。大丈夫か？バレたんちゃう、ナナちゃんの。
どこどこ、おうおお、大丈夫、なんとかなった、負けた、ほんまにみたいだね。うーん、7は、ちょっと、いや7はって、あ、そっか、動画で見れるんか。オッケーオッケー、動画で見よう。まだ変わってない、何も変わってない、何も変わってない、大丈夫そうで全然大丈夫そうに見えへんぞ。え、なんとかして助けなきゃって、えこれはこれで使いさせろ。この棒は一体何だろう、何だろう、ちゃうねん。え、あ、わかった、とりあえず、わかった、とりあえずおっぱい揺らすねん。ポインポイン、オッケーで、揺らして、これ、これで使いさせる。ウィンチって何、ウィンチって何、切れてる、のそれに天井に繋がってもなさそうだし、あー、じゃあ意味ないんか、無理だと思う、無理。おー、でもこれで突っかえさせるっていうか、これで代わりにさ、間に置いて立たせればいいみたいな感じじゃないの。これはあずさちゃん、あのラックを支えに使える、あ、このラックが支えに使える、オッケー、じゃあこのラックにしよう。いい考え、ね、ただそうなんよ、ラックまで手が、手が届かんも何も、そもそも両手で押さえてるから手動かんくないっていうのが俺のいつもの疑問なんやけど、多分あれを取るには、あの左下の棒を使うってことね。あー、引っ掛けるものがあれば、あなたの左後ろに、左後ろっていうか左下というか、あなたのちょうど後ろありますよ。これこれこれ使おう。あのバールで遠くのものを引っ張ってこれたりしない、いけるいける、やれやれ、ただ片手で押さえれんの、その棚大丈夫、いける、バール、これのこと頑張ればなんとかいけると思う。お、いけるの、すっごい力めっちゃあるやん。よかった、持てたみたい、もっ、どこで持った、消えただけ。オッケー、じゃあ次これやな。あずさちゃん、あのラックバールで引っ張ってこれないかな。もうここから指示いらへんやん、前も思ったけど、もうやれやれ、伝えんくてももう流れわかるやろ。やってみるわ。なんでやねん、もう言わんでもわかるやろ。うまく引っかかった。オッケーオッケー、引っ張って、このまま慎重に引っ張ってくれれば、潰れんなよ奈々ちゃん、潰れてゲームオーバーやめてや。いけた、おお、え、なに、ゲームオーバー、危なかった、あー、いや、あっぷ、ゲームオーバーかもった、よかった、無事でよかった、いや、ほんとよ。ひとまずコメントで、コメントで、もうコメントしねって書いてあるけど、怖すぎ、ありがとう、二人とも、おかげさまで、なんとか生きてるみたいだわ、いや、よかった、膝はガックガク、いや、よかった、三人無事で俺はほんまに帰ってほしい。ひとまず、合流しましょう。もう合流してすぐ帰ろ、頼むで、頼むで、合流したら帰るねんで、オッケー。ナナちゃん、助けられてよかった。いやー、よかったよ。ナナのいた部屋に戻ってみよう。オッケーオッケーオッケー、はい、戻ろ、はい、戻って、はい、帰ろ。問題はさっきの部屋の鍵がまだ、あ、そっか、え、でもそれはナナちゃん動けるんやから、内側から開けてもらえばいいや。今ならナナが中から開けられるんじゃないかな。はい、アズちゃん完全同意でございます。そうか、それもそうだね。珍しい、ミオちゃんじゃなくてアウサちゃんが、これ完全にセリフ逆やったと思うけど、まあいいか、ちょ、セーブだけ、セーブだけしよう、セーブセーブ。いや、順調だなマジで。今回、前回の収録は多分実際の動画時間の倍ぐらいプレイしてんだよね。あー、またピーピー言ってる。焦って連打しすぎてキャラ変わった。よし、もういいだろ。オッケーオッケー。ライトを消して隠れればいけんねん。よーし、行くぞ。で、同じエリアにおるときは、カラカラカラーって音がすんねん。そのカラカラカラが、現れるときに急に目の前から現れるっていうのをやめてほしい。本当にやめてほしい。よし。さあ、理念室はどこだ？もうちょっと先やったかな？ここ！いけるぞ。内側から開けて。やっぱり開かない。てか、みおちゃん足細っ。米食ってる、米、米食え、米、ちゃん聞こえる？ちょ待って、松岡修造みたいだな、米食え言うて。いや、頼むから飯食った方がいいで、それ折れんで、なんとか折れるで、蹴ったら。俺が細すぎるわ、君ら、スタイルがどうなってんねん。このドア鍵がかかって、外からじゃ、どうなん、開けれんの？もうあかん、足見すぎて話聞いてなかったわ。私もさっきから鍵を探してみてるんだけど、内側から鍵を探してんの？
内鍵が動かないのよ。ナナちゃん、それ俺らがけえへんかったらもう積んでたで。ガシやで、ガシ。いや、やな、それはもうな。やっぱり暗証番号を見つけ出すしか。そっか、番号って何もまだ見てないよな。ナナちゃん、もう少しだけ待ってて。番号か。わかった。この前の4桁の光やつはちゃうもんな。開ける方法がないか探してみる。お、ナナちゃん強気やね。いいね、いいね。あずさちゃんと違って、ちゃんと行動できる子や。何か手がかりを探しに行こう。あずさちゃん全部任せるからな、こっちに。おう、あずさちゃん珍しい。あずさちゃんも怖くなかったらちゃんと自分から動けるねんな。こっちは？こっちまだ行けてないし、ここ入れるやん。ここちゃう？もう、絶対なんかガシャン言うからな、これ。嫌やわ。なんかある？終わった。これは？なんかもう紙ばらまいてるやん、ここ。めっちゃあるやん。理念室の鍵、業務室。ああ、これちゃう？鍵の番号を覚えてしまった方がいらっしゃるので、鍵番号を変更いたしました、業務員氏。金星、火星、海洋星、水星。水、金、火、何何理念者が、金、火、火、き、あ、ちょ、待って。これパソコンでやってるから、これあれや。スクショ取ればいいや。はい。おる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 ！やめろって！もう！絵画が落ちてしまってるじゃない！セーブしたいね、こっちは。セーブや、セーブ。セーブをさしてください。セーブ。こうか。オッケー。留守番電話サービスに接続。いや、なんでこんな怖いかな。あのさ、ザーってやめて。メッセージをお預かりしました。俺画面近すぎるんかな。マジ怖いわ。もう定期的に、あ、もうこれはもう定期点検でございますから。来たらまずは棚を開けてテレビをつくか調べる。もうこれ。これに限る。これたまに急にテレビクワーついたらお前またびっくりすんで、俺。もうほんまやめてほしい。ほんで、このラジカセみたいなのは調べれないのかな？なんでおんの？なんでお前おんの？こんなとこ。おかしいってお前！てか、避けるのうんま、俺。あー、よかった。リネイさんね。今のはちょっとイベントっぽかったな、さすがに。もう、怖すぎやれ、これ、避けるテクニックもいるやん。アクション要素入れてくんな、ホラーゲームに。まあまあ、むずいぞ、あれ。あ、なんか調べるのあんな。なんや。なんか調べれるぞ。あ、なんかあった、今。あ、日誌あるやん！なにこれ？秘書！やっぱあるんやがん、別の階段が。非常階段2階の鍵は、え、2階？ 2 階、ここ3階やから2階までそもそも行けへんねんけど。いつもの色の違う室外機の下。色の違う室外機やって。なんやろ、色の違う室外機って。そんなあったっけ？待て待て待て。これどういうこと？金、火、海、水やろ？金、火、海、水。ちょっと待って、これガチでメモせなあかんやつだ。ちょっとメモ取っとくよ。はい、いろいろ準備してきたんだが、金星からまず何番か。金星、水金地火木土天海冥やから、右から2番目のところやとは思うんよな。水金地火だから、あ、そういうわけでもないな。待てよ。あ、そういうことか。あ、わかった。水、金、地、火やから、多分やで。天、海。水、金、地、火、木、土、天、海。金星が2やろ。火が4やろ。水、金、地、火、木、土、天、海が8やろ。水が1や。2481じゃないかな。多分2481だと思うんやけど、水金地火木土天海冥っていう、まあなんか、ようわからんけど、星の順番みたいなのがあって、その星の順番で部屋番号渡られてるから、まあまあ部屋のレリーフ見んでもいけるはずじゃないかな。ちょっと打ってみるか。2481よな。これどう？あ、いったんちゃん。いったオッケー。いや、頭がいいって困るわ。
謎解かんでいいねんもん、頭いいかったらさ。ナナちゃん、いややっぱナナちゃん可愛いよな。ナナ絶対メンヘラやもん。ミオ、アズさん、わあほらやった、3人揃った。もうこれずっこけ3人感半端ないけど、2人のおかげよ。もう冒頭はどう見てもナナちゃん主人公やったけど、もうミオちゃんが主人公にしか見えへんな。ナナちゃんが配信してくれてたから、いやナイス配信や。あれ配信つったな。はい、このパソコン何、ナナの配信用のノートパソコンじゃない。何、なんかおかしい、持ってきてんのが赤どこか。どうしてこんなところに置いてあるの。何、そんなあかんことな、持ってきたら。それはその、ここが実家とかじゃないよな。ここのアパートの住人とかじゃないですよね、ホテルの住人とか。どういうこと。撮影に必要で。はい、え、何があかんねん、パソコンって。待って、わからんわからんわからん。今回は動画だし急だからスマホで撮るだけでいいってナナちゃんが。あ、ナナちゃんはもともとスマホだけでいいやんって言ってたのに持ってきてるってことか。だから、どういうこと。ナナちゃん、どういうこと。ナナ、お前実はお前が着ぐるみの正体なんやろ。絶対そうやん。実は友達と一緒にミオとアズサをドッキリに仕掛けようとしてました。ナナだ、なんだってくだらねえ、めっちゃくだらないな。全部ナナの仕業だったのね。あの豚も、ごめん、それは本当にごめん。でもおかしいのよ。何がおかしい。友達がいないの。事前に友達と話してた予定と違うことばっかり起きるの。その友達が着ぐるみの犯人や。どういうこと。絶対そうや、友達があの豚や。もともと赤くっそくだらん予測しか立てれへん。私が3階まで連れてくる予定だったのよ。はい、なのにあんたたちは、まあ、途中でいなくなるのはまあちょっとミオちゃんとアズちゃんに非があるかもしれへん。ミオちゃんちょっとなんかあの着ぐるみなんやろ、ふふーんとか言って左手だから最初。仕方なく先に待ち合わせ場所にしてた理念室に来たら友達はいないし、スマホは県外で繋がらないし。その友達がやっぱ豚なんやって、もしくはもうやられてしまったかどっちかやろ。理念室に閉じ込められちゃって。その友達怪しくない、誰。必死に開けようといろいろしているうちに今度は棚が倒れてきて、それ自業自得なんちゃう。取れなくなって、てか現実でなんかガタガタやってて棚倒れてきて潰れるってないで、なかなか。着ぐるみ、ああ、ロビーにあるあれのこと。あれ、奈々ちゃん詳しいですやん、めっちゃ噛んだめっちゃ詳しいですやん、知ってるんや。でも包丁持ってなんか俺らを殺しに来てるで。昔向かいにあったファンタジーランドの着ぐるみらしいわ。あ、めっちゃ詳しいやん。あれがどうしたの。あいつが包丁を持って追いかけてきますけど。どうしたのじゃないわよ。私とミオはその着ぐるみに殺されそうになってたのよ。実際殺されたぞ、俺からしたらな。ゲームオーバーなったし。殺されそうって、え、何、全然話が読めないけど。ナナちゃんはまだ分かってないんや、この状況。さっきからずっと血のついたナタを持ったその着ぐるみに追いかけ回されてるの。いやほんまよ、これナナちゃんも見たら分かるって。着ぐるみがナタって、待てよ、何それ、そんなの私聞いてない。いやまあやっぱ奈々ちゃんじゃ知らへんねん。ってことは友達が真犯人や。もう間違いない、絶対そう。もうこれは奈々ちゃんの友達がこのファンタジーランドのイザナミの子孫です。そのお友達さんにドッキリで襲わせてたんじゃないの。奈々、どんな危ないやつと手組んだの。いやあかん、あずさちゃんと予測が一緒ってことはこれ違うわ違うわよ、これ絶対違うわ。じゃあ俺の、うん、違うわ予測は。じゃあ友達はもうやられてるパターンやな。じゃあ何、そのお友達さんが勝手に私たちのことを襲ってるってこと。待ってよ、どうやろなこれ。私が信頼している友達よ、やっちゃいけないことくらいはわきまえてるわ。え、ってことはやっぱ友達もやられたパターンやな。確かに私よりは背も大きいけど、あずさどころかミオよりも小柄な子だよ。あ、じゃああの子、あの豚別じゃな。私たちの予定では308号室で驚かしたらすぐにネタバラシする計画だったし、着ぐるみなんて。やばい、この点点点は次をした瞬間ファンファンファンとか言って始まるパターンや、これ。そんな全然違うやん。それじゃ全然違いますやん。あいつは何で動いてるのよ。
でもそろそろ来るやろ、あの豚。来ると思うで。来らないわよ。私。まあそうや、ナナちゃんまだ見てないからな。わからんよな。ナナ。まあドッキリじゃないと思うけどな。本当に知らないんだよね。ってことはマジでやばいってことやな。うん、じゃあ逃げよ、早く出よ、やばいってこと。じゃあ。あずさちゃんから探す話にするんや、ね、珍しい、えらいな、あずさちゃん、みおちゃんが言う役やのに、それあずさちゃんがまずは探さないとって。そうだった、そんなヤバいやつがカッポしてるなら、カッポって普通にあの子も危ないじゃない。カッポって、そんな難しい言葉使うな、このゲーム妙に難しい日本語使うね。どこにいるのか見当はついてるの？308号室ちゃん、わからない、そっちもずっと電話が繋がらないのよ。やばいな。え、でもさ、その友達の絵が出てないから、そいつが犯人としか俺思えへんけどな、やっぱり。じゃあ気をつけながら探そう。みんな偉いな、探すって。そもそもほんまに来てんの、その子は。なあ、来てないかもしれへんくない？だってちょ早く、棚が倒れている。あとは、あとはな、うん、もうないかな。特にないな。ほんなら、う、勝手に動くな、もう怖いな。3階で落ち合う予定にしてたから。いや、まあそうよな、3階なんやったらもうここしかないよ。下に降りた方がいいのかしら。いいのかしら、下に。いや、下は1階2階めちゃくちゃ探索俺らしたからおらへんと思うよ。それが、てか、そっか、そもそも行けへんもんな。上がってきた階段が実は瓦礫で塞がれちゃって。いや、そうやねんな。え、じゃああの階段降りられないの？そうよ。そうだから困ってるのよ、他の場所を探さないと。せやな、まずは他の場所を探、まあ、3階全部漁ってないしな。うん、3階探そうよ。そういえば確かこの隣に非常階段が。あ、なんかメモで見ましたよ、非常階段あるって。本当？でもなんか鍵もあるらしいから、多分今かかってるで、鍵探さな。 あ、これほらあった、ここ、ここの奥入ったところに。うわ、急に出てきそう。あ、来た来た、豚、やばい、これ豚、これで出られるわ。豚がおる、よかった。やばいやばいやばい、おるぞ、来るぞ。待って、二人とも。やばい、来るぞ。したの？もしかしてあれのこと？早く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 ！二人が言ってた着ぐるみって。やばい。来るぞ。あ、やばいやばいやばい。早く早く。ちょっと逃げなきゃじゃないね。そんな言う。ああ。今も行くよ。早く早く。や、待って。こんなちん。早く。あ、来る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 。なんでなんで、待って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 、ここここここ、はい、ピッチ、こ、早くない？部屋移動やばいって。オッケー、巻いたね。いやー怖かったな。奈々ちゃん分かったか、やばいよ、俺らこれから逃げてたんやで。お前よ、今まで会わずに来れたな。やば。まったく、何なのよあれは。あれはもうお前の友達やって、絶対。苦労しないわよ。確かに。いや、あれが。ナナの仕込みじゃないんでしょうね。あれが仕込みやったら、もうやべえよ。違うって言ってるでしょ。さすがに私も。そこまではできないわよ。そりゃさ、人を殺してまでチャンネル登録者数伸ばすとかもメヘラよ。そう。お、こっからじゃあ友達探すところか。ちょっと一個だけ気になることがあんねんな。どうしよう。あ、やっぱ奈々ちゃんも操作できるんや。で、奈々ちゃんのパンツをまずは見るやろ。ああ、やっぱあれやな。ミオちゃんほどではないな。オッケー、じゃあ、次回は友達を探すところからって感じかな。